こんにちは、森です。今日は、私のレッスン動画になります。会場は東京ジャンボゴルフセンターです。今回はまた5回お得シリーズなんですが、よく耳にする手首を使うな問題。手首を使わないで固定させましょうねっていうところに関してちょっと皆さんにお伝えしていきたいことが何点かあるのでお話できたらなと思います。でよく手首をあんま使わないでこの状態でできるだけ三角形保ったまま打ちましょうねとかって言うじゃないですか。言うしよく見ると思うんですよね、三角形保て問題。でも三角形を保つのすごい大事なんですけど、これって間違いではないんですけどやるレベル層が結構限られてきてて、結論手首は積極的に使ってた方がいいんです。なんですがゴルフをこれから始めます、初めてクラブ握りました、これから初めてスイング作っていきますよっていう人に関して言える話であって、ある程度もうスイングが出来上がっててとか体回して振っていく感覚を持ってる人に関しては逆に積極的に手首使っていかないと距離も出ないしゴルフになんなくなっちゃう。でそれなぜかっていうと手首を固定しなさいっていう理由としては、ではこの肘から下を固定した場合に固定してじゃあクラブ振ってっていうと人間絶対ここの体幹部分を回すんですよね。でここを回すこの動作って普段日常生活絶対しないじゃないですか。なんで一番最初の人ってやっぱどうしても「はい振って」って言うと初心者の人が「振って」って言うとってよくやってるの見ません？こうやってやってなんかこんな感じで握ってこうしてこうやって振ってる人とかよくいるじゃないですか。なんかよく見るなとか思うかもしれないけど、こういう人に対して、ボールは当たってるけどみたいなとこあるじゃないですか。でこういう人に対してちゃんとスイングを作っていきましょうねっていう時にはい手首固定しましょうね、三角形維持したままはい振ってみてくださいってやると自然と体が回るんですよ。だから手首固定した状態で振ってってみてくださいねって話になるんですけど、もうすでに、うまく当たるか当たらないかは別として体回してポンって振っていくっていうのに慣れてる人がそれをやってしまったらどうなるかっていうと、上げていくとこの左手首がどっちかって言ったらこの小屈って言って手のひら側に折れちゃうこういう状態と、これがどうなるかっていうと体の前に戻してきた時にロフトがすごく立ってしかも左向いてる状態になるんでとっても低い左に巻いていくボールの打つスイングの出来上がりになっちゃうんですよ。左に巻いてっちゃうのは多分ラウンドしてる人だったら分かると思うんですけど、どこまででも転がっていっちゃうから怖いと思うんですね。でスイングっていうのは、みんなよく聞く二重振り子とかって聞くと思うんですけど、手首固めた状態のこのスイングって首支点にした振り子が1個でもう1個がこの手首を支点にした振り子、これがスイング中必要で、二重振り子っていうとここの振り子とここの振り子を2つ合わせた状態が二重振り子っていって、これでスイングが出来上がるんです。だから何が言いたいかっていうとここを固定してしまうとここだけの振り子になっちゃうからそもそもスイングが完成しないんですね。多分使えるとしたらすごい林の中に入って低い球をちょんって出したくてって時だったらもしかしたらロフトの立ってるクラブでちょんって出しますって時に使えるかもしれない。でも使うとしたら多分それぐらいだから、手首固定っていうのはそもそもゴルフスイングをする上で本当の初期段階だけで意識することであって、そうじゃない人は積極的に使っていってもらいたい。なぜかっていうと、振り子が2つ必要だから、ゴルフスイングにおいてここの振り子とここの振り子、これが合わさって初めてゴルフスイングになって、ヘッドスピードが上がって、まあみんなが思い浮かぶ放物線描いた綺麗な球が打てると。だから絶対に固定はしないでもらいたい。するとしたら、これからゴルフ始めます、スイング作っていきたいんですこれからっていう人はやってもいいけど、そうじゃない人は積極的に逆に遊ばしちゃった方がいい。ただ遊ばせるだけであって、もうこれもすごい難しいんだけど、無理に別に手を返せとかそういうことじゃなくて、ここの視点を維持してヘッドを走らせてねってだけで、こうやって返すことがこう手首使うってことじゃないんで、それだけはちょっと気をつけてもらいたいっていう感じ。じゃあここの視点を作るにはどうしたらいいのっていうと、まあ、できるだけこうグリップのこの手の中にちょっと空洞を作っといてあげる。多分ギュッてこうやって握っちゃう方多いと思うんで、イメージで言うと、なんかちょっとこうボールをこう掴んでるかの感じ、これちょっと大きいけどボールをこう握ってるぐらいのイメージでグリップも握ってあげる。右も左手も右手もどっちもですね。だ中に必ずちょっと隙間ができてる状態、少しだけこの辺にね、この手のひらのこれがべったり全部こうくっつかないようにちょっと隙間作っといてあげる、両手とも、それを意識しておいてあげると、自然とその手の中に遊びができて、さっきの手首の2つ目の視点の振り子ができると。ただ握る強さっていうのも結構影響しやすいので、手首が固まらないようにちょっとボールを掴んでるかのように握ってあげて、遊びを使っといて、打ってあげるっていう感じ。手首を固定した場合のバックスイングはこういう感じか。で逆に手首こう遊びがあった状態で使ってあげると、こういう感じか。うん。それだけ変わってくるんで、こうフェースの向きも変わってくるから、ボールにも影響しやすいんで、まとめるとというか誤解的には、手首を固めるのは悪くないけど、手首を固めたスイングをするのは本当に初期段階のベースを作る段階のみ。それ以外に関してはできるだけ手首は使ってあげたい。理由としては、ゴルフスイングっていうのは二重振り子って言って、振り子が2つある状態、首が支点の振り子と手首が支点の振り子が必要だから。この振り子を使ってあげるためには固定しちゃうとできないから、固定しないようにします。しないようにするためにギューって握っちゃうと手首が固定されちゃうんで、こうボールを掴んでるかのように握って、できるだけ中にちょっと隙間を作っておいてあげる。これは左も右もどっちもそうです。その状態で打ってあげるようにすると、正しい手首の動き方がしやすいよといったことでした。なので手首はあんまり固定しすぎないようにちょっと意識して練習してみてください。はい、5回お得シリーズ、手首を固めるのが正解かどうかについてでした。私のレッスンですが、ここ東京ジャンボゴルフセンターで受講可能です。他はラウンドレッスンなどもしてるので、もし気になった方は私のインスタグラムの DM かメールに連絡していただけたらと思います。インスタグラムのアカウントやメールアドレスに関しては概要欄の方に記載してありますので、そちらからお願いします。この動画以上になります。ありがとうございました。